平古墳群は、大阪府団田林市大和崎市に、かつて存在した古墳群である、1号墳と2号墳の2基で構成されていた。平集落の西方、石川流域を見下ろす羽びきの丘陵の、市脈島端部に所在した。1970年に大規模な宅地造成計画が、申請されたことに伴う分布調査、私屈調査によって発見され、1972年に、 記録保存のための発掘調査が実施された後、造成工事によって破壊され消滅した。1号分、2号分もに出土遺物から6世紀、後半に築造されたと否定されている。1号分は大阪府下における基地の前方後方分としては最も時期が下る事例である。府下では前方後方分の類例が少なく重要な発見と考えられたことから、 大阪府立河南高等学校と大阪府立富田林高等学校の考古学クラブを中心に市民による遺跡保存運動が展開された。前方後方墳であり、標高70メートルの羽びきの丘陵の死脈東端に位置する。広報部を東に向け、石川流域の平野部を眼下に望む。墳丘の全域にわたって、 地表の流出による変形が著しいが、全長約50メートル、後方部変約30メートル、前方部長約20メートルと推定される。自然地形を生かして築造されており、森土による成形はほぼなかったと考えられる。吹き石、葉庭列、就航は確認されていない。縮屈調査で前方後方噴である可能性が高いと報告され、翌年に実施された。 測量調査で前方後方墳であることが追認されている。埋葬施設は敷地調査で検出されており、墳球主軸と直行する南北軸の木管地下層であったことが分かっている。敷地調査担当者の報告によると、木管の大きさは長さ2から3メートル幅0.5メートルとされているが、記録保存のための発掘調査が行われる直前に埋葬施設が存在した。 広報部分庁が工事業者によってブルドーザーによる作兵を受けて失われてしまったため詳細は不明である。本調査の際に墳町の作兵によって生じた廃度を調査し、機材や小ち高きをはじめとする多様な末期と弾き壺、鉄釘、銅製耳飾りが採集されている。私屈調査の時点では外部施設や埋葬施設などから5世紀後半の築造と 推定されていたが、本調査で得られた噴調の遺物は6世紀後半の、ものであった。噴球表土から、末期辺、弾き辺が出土しているが、古噴地造時のものかどうかは不明である。円噴であり、1号噴から正方約50メートルの、同一市脈上に位置する。標高は80メートル前後である。表土の流出による変形は一いが、直径、 約20メートルと推定されている。1号墳と同様に、吹石、埴輪列、修航などの外部施設は認められない。また、明確な森土も認められず、自然地形を活かして築造されたと考えられている。埋葬施設は試掘調査で検出されており、南北軸の木管自家層であったことが分かっている。本調査前に、ブルドーザーによって墳町を削兵されてしまったため、 それ以上の詳細は不明である。噴朝の背度を調査した結果、高月など若干の末期編が採集されている。採集した異物の時期は6世紀後半が当てられる。噴休の東側斜面で遠藤波庭編が出土しているが、2号噴との関連は不明である。1号噴の南側斜面で奈良時代の仮想骨壺が出土している。 二号墳東側斜面の円筒波庭編が出土した地点からは、末木壁の破片と流兵へ得たからと考えられる銅線編が出土している。骨片などは認められなかったが、一号墳側の仮想骨壺と同様にこの末木壁も倉国旗として用いられた可能性が高い。これらの倉国旗の存在と銅線の中造年代から古墳群周辺が、 平安時代前半まで貿易であったと推測される。1970年2月、大阪市内の事業者より、大阪府建築部開発指導課に対し、約26万平方メートルに及ぶ大規模な宅地造成計画が申請された。申請地内には周知の埋蔵文化財放造地は存在しなかったが、石川西岸には多数の遺跡が確認されているため、 大阪府教育委員会文化財保護課よに来を受けた北野公平と中村博士が分布調査を実施した。分布調査によって9カ所で古墳の可能性があるもの、1カ所で弥生時代の集落跡の可能性があるものを確認した。同年6月、大阪府教育委員会は事業者と富田林市教育委員会に対して分布調査結果を通知し、 死苦調査と保存措置の実施を指導した。一方で、開発指導課は、事業者からの申請に対して、遺跡があると確定したわけではないとして、埋蔵文化財が出た場合は、大阪府と富田林市の指示に従うことを条件に、造成の許可を下した。同年9月、文化財保護課は死苦調査を実施し、古墳と思わしき9カ所のうち2カ所について明らかに、 埋葬施設が存在すること、うち一箇所は、負荷では珍しい前方後方墳の可能性が高いことが確認された。私屈調査結果に対して、事業者は古墳の存在する場所が雨水調整地の設置予定地であったことに加え、古墳の現状保存を行う場合に、砂防地を設ける必要があり8億円の損害が生じるとして、記録保存のための発掘調査を要望した。 同月、富田林の文化財を守る会で、私屈調査の担当者が調査結果を発表した。同年11月、古墳の発見について、新聞報道がなされ、記録保存のための発掘調査を前提とした、私教委の対応が批判された。また、不教委の私屈調査の実施が遅れたこと、開発指導課が分布調査結果を知りながら、造成許可を出したこと、さらに不教委が、 直近まで造成許可を知らなかったことに対しても批判された。市教委の対応は、富田林の文化財を守る会との協議の上、決定されたものであったことから、家内高校考古学クラブは、富田林高校考古学クラブと共同で、駅前などで署名活動を行い、複数回にわたって、富田林の文化財を守る会へ、保存運動を展開することを求めた。また、 両校の考古学クラブによって、平古墳を守る会が結成された。富田林の文化財を守る会に保存運動を拒否、されると、同年12月に、事業者へ署名を携え陳情を行ったが、話し合いは物別れに終わった。1971年1月、不協意によって、実測調査が実施され、一号墳が前方後方墳であることが追認された。 その一方で、事業者側は、金利がかさむことや、水路などは、滑水器に工事を着工する必要があることを理由として、同年2月に起工式を行い古墳を除く、開発予定地の工事着工に踏み切った。不協議は調査結果をもとに、文化庁と数ヶ月に及ぶ協議を行ったが、文化庁は、史跡指定と用地買収という判断には至らず、 記録保存のための発掘調査という結論を下し、不協意は同年9月末より発掘調査を実施することとなった。また、この決定を受け古墳の破壊が免れない事態となったことにより、高校生らによる平古墳を守る会は保存運動から手を引くことを決めた。ありがとうございます。